にちは。 SLC ホームルーム SLC の矢田です。 TOEIC900 点は人生を変える力がある。 TOEIC を利用して英語力を上げていくのであればやっぱり900点台、英検であれば英検1級一番上を目指しましょう。2番3番ではいつか肩身の狭い思いをすることがあるかもしれません。ここはぜひとも一番上を目指していきたいところです。そこで今日 TOEIC900 点突破のために私が大事だなと思っていることを3つお伝えしたいです。1つ目なんですけれども、やっぱり知識ですね。英文法の知識、そして単語、熟語の知識、こちらがもちろん必要です。それから英語が聞ける耳ですね。これは日々の音読練習、それから隙間時間を使った多聴などで耳を作っていくということができます。でこの1番と2番なんですけれども、900点を突破している人がここがこうものすごく完璧で出来上がってるかっていうと、私が900点をなんとかギリギリ突破した時のことを思い返してみても、周りの方が突破している様子を見ても、人によってどこかっていうのは結構バラバラなんですけれども、割とこう決定的な抜けているとこ、弱点なんかを抱えながらもそれでも900点っていうのは突破しているなっていうふうに感じるんですね。例えば英文法の知識、パート5の問題でたとえ400点500点台の方でも、そのことを知っていれば解ける、習ったばっかりであれば解けるというような問題、900点突破していてもちょっとそこ苦手だなと思う方にとってはずっとクリアでないまま喋る時にもちょっとごまかしながらやってきちゃって、で問題で問われるとできないなっていうことが起こりうるんですね。でまたこの耳に関しても英語圏に割と長い間滞在していました。そして日本に戻ってきました。でTOEICを受けてみると、点数としては例えば600点台だったと。ただ耳はすごくもう開いている、出来上がっている、早口で言われても結構聞こえる、そんな人に対して一生懸命頑張って900点台に乗っている人が耳という聞こえるかっていう点に関しては負けているっていうことがあるかもしれません。でもこの1番2番でちょっと足りないなっていうところがあったとしても900点は取れると。でここで大きな差、圧倒的な差をつけているっていうわけではどうもないんですね。どこで圧倒的に500点600点700点800点台の人と決定的に違うのか、どこで差をつけているのかっていうと、私が思うに英語に対する慣れだと思います。とにかく英語に慣れているんですね。でこの慣れっていうのを一体じゃあ具体的にどういうことをしたことかというと、これはもう自らの意思で自ら進んで自らの向上のために英語に触れる時間を一体どれだけ作ってきたのかということだと思います。でその時間なんですけれども、必要な時間っていうのは1000時間ですね。で私も勉強を始める前に、ちょっとあることを聞いたんですけれども、自分のちょっと大変だなと思うような目標を達成するには1000時間投資する必要があるっていう話を聞いて、あ、そうなんだ、じゃあちょっとやってみようかなと思って勉強し始めてみました。で私の場合はどうしても1年以内に達成したいなと思っていたので、1日に3時間以上っていうのを課していったんですね。1日に3時間なので、もうざっくりと計算しやすく、もう何時間溜まってるなっていうのが自分でカウントできました。で休みの日には、週末にはもっとたくさんやったので、結局8ヶ月ぐらいで1000時間っていうところまで達することができて、やっぱりその頃に900点っていうのは突破することができました。でぜひですね、この時間数にこだわってやってみてもらいたいんです。数字に執着して今何時間までやってきたなっていう自分の足取りを見つめてもらいたいんですね。というのもやっぱりこの1000時間走っている間、毎日何か効果測定の機会があるかっていうと、そんなことはありません。そして毎月のようにTOEICを受けているとしても、こうTOEICの点数っていうのは下がってしまうこともあるんですね。で、英語に限らずそうなんですけれども、頑張って努力していても、すごく努力していても結果がついてこないっていうことは、それはもうよくあることです。そしてまた人からも、そんな英語ばっかり勉強してTOEICにこだわってっていうふうに心ない言葉だってかけられることがあるかもしれません。そんな時に自分の指標となるもの、自分のよりどころとなるものっていうのは、やっぱり自分がどれだけやったかっていうことです。で、この自分がやった時間数、1000時間頑張ったっていう、このやったっていう実績は裏切らないですね。で、これ成し遂げて900点取ってみると、あ、やっぱり英語は裏切らないんだなとか、やっぱり平等だなとか、努力したことは本当に絶対に自分に戻ってくるっていうふうに、やっぱ心から納得することができました。で、この1番2番ここまでであれば8割9割やってしまうっていう人は世の中いくらでもいるんですね。でもこの自分で自分に課していく、ある程度の一定期間毎日毎日継続して課していくっていうことができるかっていうと、やっぱりこれができる人が少ないので、なかなか900点突破っていうところまでいく人が少ないんだと思います。要はここは自分の意思一つ、なんかこうお金を払ってベルトコンベヤーに乗って自分にこう英語を施してもらって、自然にいけないかな、そんなサービスがあったらいいかなって思うかもしれないんですけれども、やっぱりそれではうまくいかないんですね。自分で決めて自分のためにやっていくっていうのがすごく大事です。何をやるかって言ったらそんな大したことはないですよ。1番2番でやってきたことと同じことを何度も何度も繰り返し自分に課していく、反復練習をしていくっていうことが大事です。とにかく自分の意思があればなんとか成し遂げられる900点突破、ぜひ突破していただきたく、私の今日の意見が参考になりましたら幸いです。で、私たちはTOEIC対策のスクールで教室で講座をやっているので、やっぱり講座としては1番2番を扱ったものが多いです。文法の講座もやっていますし、単語熟語の講座もやっています。それから毎週宿題を出して音読練習をしてもらって、耳作りをしていくという講座もあります。で、3番に関してもこのきっかけとなるようなものであったりとか、このモチベーションを維持するための一助となるようなものっていうのはいくつかやってはいるんですけれども、やっぱりここはですね、そのスクールを頼るとしても、まず自分の意思があって、そしてスクールを利用するというですね、自分のこう主体的な姿勢でぜひ取り組んでいただけるといいなというふうに思います。で、 YouTube の方でも、文法や単語の講座展開していますので、もしよろしければぜひチャンネル登録していただければ嬉しいです。ありがとうございました。